編入学とは、その学校に在籍していなかった人が第一学年の中途または第二学年以上の学年に外国にある学校などから入学すること、または過去に同志の学校等に在学していたものなどが入学することである。第一学年の式に入学することは一般には新入学ともいい、編入学は通常の入学である、 新入学以外の入学形態の一種である。また、学校において、編入とは、入学の際に行うかどうかを問わず、学生等を、年齢や、心身の発達状況などに応じた、相当の学年に組み入れることを言う。編入学では、入学と編入を同時に行う。編入学するにあたっては、編入学試験を課される場合が多い。また、 高等学校以上の学校種に編入学にする場合は取得単位の認定が必要である。高等専門学校や短期大学から大学の学部への編入学者も多い。このほか全在籍校が最終学年終了前に廃校となり他の高校へ編入学するケースもある。似た言葉に転入学があるが編入学とは異なるので注意を要する。 大学の編入学試験は以下のものを対象とし、主に3年時に入学するものを選抜する試験である。なお、大学の2年次修了者等は、講述するところの転入学となることもあるが、編入学、転入学試験等として一括して行うことも多い。編入学年次を2年次とするところもある。文系学部や医学部等においては、受験資格を大卒、 大卒見込みとする場合もありこれは、学士編入と呼ばれる。編入学試験の試験科目は、語学、専門科目、面接という場合が多いが、理系学部では、さらに理数系科目が追加される場合がある。試験は、各大学、学部の独自作成問題による。また、国立大学の理系の特定学部では、主に短期大学。 高等専門学校の同一専攻の卒業見込み者を対象に推薦編入学制度を持つ場合も多い。私立大学が系列や定型の短期大学、短期大学部に対して推薦編入学枠を用意している場合もある。専攻実施の時期は夏季マイナス9月にかけて行われる場合や年度末の2から3月にかけて行われる場合が多い。 編入学定員を設けて行う場合の多くは、前者であり、後者の場合は、欠員補充の意味合いが強い。しかし、12月に実施されるケースもあり、先行時期として特に統一された時期はなく、各大学、学部の自主性に委ねられている。編入学と類似する概念としては、ある学校に在籍している人がそのまま別の学校に、学籍が移動する転学や、 学校内で学籍が移動する、転籍、同一学校内で学部、学科が移動する転部、転科などがある、とも呼ばれている。一般的に日本では、講師が同一の学校間を移るときには転学の手続きが必要であり、講師が異なる学校間を移るときには退学及び編入学の二つの手続きが必要である。なお、 例えば、外国の現地学校に通っていた人が帰国して、日本の学校に通う時などは、退学及び編入学の手続きが必要である。転入学は、編入学と似た言葉のため一般の人には、混同されている場合も多いが、教育行政用語としては全く別な意味の言葉で、ある。転入学とは、国内の同種の学校間をついたちも間を開けずに、移動することである。 国内の同種の学校であっても1日でも間が空く、場合は前の学校を退学し、新しい学校に編入学したことになる。転入学の場合は、学校間での転出、転入の手続きになるが、編入学の場合は、当事者が個人で手続きを行うのが一般的である。一部の学校種では、同等学校の基礎者が再び入学できない場合がある。大学の場合は、 既卒者でも再び入学できる。大学を卒業した人が入学、編入することは、学士編入学、または、学士入学という、ありがとうございます。